霊夢、ポケモンカードの診断の情報が出たぜ。ああ、ポケカの新情報ね。うんうん。やけにテンション低いっすね。俺が出ないだんだから仕方がないけどな。君自己評価高いね。最近ポケカのモチベが低めでさ、対戦動画のネタも思いつかないから、また開封動画作るだけなんだろうなぁと。まあよその YouTuber も全然ポケカの対戦動画上げなくなっちゃったし、うちもこうなるのは仕方がないのかな。ポケカブームが落ち着いてきたとも言えるのぜ。ああ、そろそろスマブラ動画でも作るかー。完全にやる気がねえな。しかしですね、今回の診断は霊夢さんのやる気を一発回復どころか、天元突破するカードが収録されてるんですよ。ふーん。まず今段のタッグチーム。アルセウス&ディアルガ&パルキア、GX 技で攻撃力を上げるだけでなく、サイドを取れる枚数が増加する効果も付与できます。私別に伝説でやる気上がるキッズじゃないんだけど。続いてアーゴヨン&アクジキング GX、直接サイドを2枚取る GX 技が使えますよ。この2体も実況参加しないし別にいや、秘宝、ドラゴン UB リストラ。女神ミロップ&プリン GX、相手の場の GX ポケモンが多いほど効果力になる技が打てます。へえ。でもプリンは好きだけどこのカードの絵があんマスコじゃないからなぁ。ヨウム、全然こいつのやる気が出ねえんだけど。で、今回はタッグチームサポートというものが登場します。条件を満たすと追加効果が出せますね。アセロラちゃん&ユリーカちゃんを出せコラポニーし。レッドとグリーンかぁ。どうせならカメックスとリザードンがイラストにいて欲しかったなぁ。この女、寝ても覚めてもリザードンのことばかり。これらのどこがやる気が上がるカードなの。もっとポヘチャンネルを勉強してからプレゼンしてよ。シロナ&カトレア、シロナ&カトレア、シロナ&カトレア、カトレア、カトレア、カトレア。ポケカ対戦動画久々に撮るぞー。すごいや、本当にやる気が天元突破した。ずっと待ち望んでたカトレアちゃんの新規カード、ウプ主の誕生日前日に発売してくれるなんてポケカ公式さんわかってますね。絶対たまたまだからな。カトレアちゃん単体じゃないのは残念だけど、まあ出てくれただけよし。 SR にめちゃくちゃ期待が高まるよ。カトレアちゃんの面積多めでお願いね。リゾテールナーみたいなのはマジでやめてね。これはマジでかわいそう。というわけで皆さん、9月中にポケカ対戦動画を久々に投稿すっから、全裸待機で待っててな。それ半月くらい視聴者が全裸になるけど。あ、霊夢さんにもう一つ言いたいことがありました。今回のパック、オルタージェネシスにはポケ戦限定セットが存在し、特典としてシロナ&カトレアのスリーブがついてきます。あ。人は嬉しさが限界突破すると解ける。